チャオ、あっちゃんです。ちょっと今日ね、お買い物行くんだけどね、まずね、あそこ、こっちから行っていく、まあでもいいわ。宇田みどりを買いに行くんだけどね、そこ、そこやね。で、宇田みどりを買って、で、これは大桑行こう。山下のめんどくさん、灯油も来週でいいや。まあ、ドアンタンクあるからね。ドアンタンクあるから、これで来週まで持たして、来週買いに行こう。鶏ももを買ってきてね、で、すき焼き用とね、唐揚げにしようかなと思って、で、すき焼き用って切ったやつがあってね、それ買ったんで、切らんでいい、白くしてで、鶏ももを1キロ、すき焼き600買ってね、で、明日唐揚げしようと思ってね、で、鶏もも買って、明日か明後日かぐらいで唐揚げしようかいなと思って、で、鶏もも唐揚げ焼いてもいいしね、1キロやったら納豆に使えるんで、で、このままね、もう一回いきます。ね、まあ一応唐揚げしようかいなとは思ってんねんけどね、まあ変わるかもで、とりあえず今日ね、600ですき焼きしてたらんだら、そのからね、切ってすき焼きに使ってもいいしと思って、で、なんかね、ちょっとちっちゃいのよ、鶏ももさんが。いつもやったらね、1枚 200g とかになったんですけど、今ちょっとね、ちっちゃくて言って、で、6枚で1キロやって、まあ結構ちっちゃいね。で、まあ、じゃあだいたいね、この店やったら5枚で800ぐらいかな。6枚、1キロぐらい欲しいんだけど、なんだ6枚でいけるかな、ポンって出したら 1.8 とかすごいね、やっぱりね、毎日ね、測ったあったらこんな感じでね、1キロ買ってきて、1キロ唐揚げするからね、唐揚げだから1キロでね、1800円ぐらいか180円ぐらいね、100g で1キロで1800円ぐらいで、すき焼きの方も1000円ぐらいか、600円かな、ね、1000円ぐらいでしょ。うん、唐揚げ1000何本高いなと思うけど、でもね、唐揚げが1食1000何本で高いなと思うけど、でもね、レストランとか食べに行ったら1人で1000円ぐらい食べに行くか思ったらね、いいお肉を食べさせてあげるっていいことやしね。変な話ね、外食で高いお金払って産地なんかわからんもん食べるように怒られんな、爆弾発言したな。なんかあれ、
こいつ20キロ出てないねんで、ありえん。ごめんね、大きいんじゃないかな。40キロか、半分以下やん。追い越し禁止じゃないけどな、ちょっと追い越すはあんまりもうそうなんだよ。遅い車っていうのは危ない人が多いんで、意外とね。だから速い車が危ないって、飛ばすってよく言うけど、下手やからゆっくり走ってるから何をするかわからない。いきなり止まったりとかするからとかね。遅い車ってで携帯いじってたりとかでもね、本当に運転がおぼつかない人が多いからね。変な話ね、遅い人の方が危ないよ。ナンバーやな。オリンピックナンバーって言ってね、色がねちょっと派手なナンバーがあって、オリンピックナンバーなんで、ね、それナンバー代プラスアルファ寄付すんのよ、オリンピックにね。で K やけど白いナンバーっていうのもオリンピック寄付ナンバーらしくて、あれいくらか寄付すんねんけど、あれで集まった寄付どうすんねん。オリンピック中止やったらどうなんだろうね帰っても来ないやろしね、何に使うの。ぼったくりやったな。的には年明けぐらいに行って、で春先にもう一回行けたらね、景色も綺麗やろうしと思ってて、ちょっとその企画、京都です、嵐山らへんです。またよかったら公開でやるんで、ぜひぜひほんまねえないけどね、ちょっと忙しくてね、それとお金的なものがね、みんなちょっと苦しいんで。お金的なもので言うてしもうたよまあね、ちょっとそれも苦しくていけへんくてね、まあ年明けぐらいに行けたらなとは思ってんねんけどね。その時はね、きっちりまた動画もね、きっちり収めてくるんでね、
神社行ったよね。いろいろ行きたいとこあんねん京都。京都はね、今までね、本当にね、近くて遠い都やって、ね、おじいちゃんの家があったっていうのもあって、しょっちゅう行っとるから観光には行かへんだからね、意外とよう行くんやけども観光地行かへんかって、だからすごい穴場になってて、穴場イコールあっちゃんが行ってないとこ行ったら行きたいところがいっぱいあんのよ、ね、だから面白いといえば面白い、だから京都はね、近いうちにいろいろと攻めていきたいなと思ってんね。まあ、その時はね、また動画とかにしていくんで、ぜひぜひ見ていただければと思います。奥とかないもん。3区行ってきます。おはよう、しょうがないか、帰ろう、100万円かんとこ、めんどくさい。